この正面は逗子湾ですね。それと鎌倉との境ですね。そしてこのマンダラ堂のですね、一応つまり裏側にある小高い山を見ますと、ここからが一番張っていると見えますね。この正面が3層になってますが、本来は4層の櫓があります。この3層の上にですね、もう一つありますから4層になったわけですね。あと下裏の方にも見れます。で、手前の方はまだここからは見えませんが、一番下の方を掘りますとこういう感じですね。ここがまあ日本のツタンカーメンであるというふうに言われてますね。3階じゃなくて4階建て、こいつだね。これが4階部分になりますが、ここはまだあまり把握されてない。昔あれですよね、ああやって墓立ってお参りに来てたんでしょうね。来たらすごいやないよ。石の二人がお墓なんですね。あれだ、だいたい平均的な大きさっていうのは、横が2メーター、高さ2メーター、この大きい木が2メーターがスタンダードなんですね。それでその中に五輪の塔があると。そしてこの前の部分がですね、この前の部分が一応火葬場になってました。火葬場でここで火葬したものを櫓にこの地滝に保管して、最終的にはこの墓に持てるということですね。3か4つの五輪塔が入ってるので、ここが一番ビューポイントだな。で、当時はお墓と供養